判で、審判で、審判ジェスチャー、ジェスチャー、何するんですか。ワードルフ、ワードルフ、あ、いけそう。じゃあハルちゃんにあれしてもらおう。誰にこれ渡すかやってもらおう。あ、ほんまや、カリンがこれ買ったら、買いました。ワードルフ、ブッて言って、6枚あるの。あ、やっぱ、待て、いけないのこれ。あ、いけるか。びっくりした、焦った、逆に。私の手が、ワードルフって特殊だ。前髪乾かしても乾かしました。何だっけ、びっしゃびしゃだったので。なるほど。今は、心配だけ違うことしています。今は、違う答えがあります。で、こいつが違うっていう手の当てます。はい、この話して。はい。分かってない。大丈夫、いい感じ。地元でめちゃくちゃ流行ってるゲームです。なんかミヤの地元強そうだな。あのアホしかいないんでゲームなってないんですよ。オッケー、これで字汚くてもいけるんだ。はい、じゃあハルちゃんに、あとは私以外、私以外のみんなにこのワードを振ってもらいます。どういう風に確認していいですか。一人ずつ確認、自分がどれか。みんなは誰に決めたい。自分のワードをどうやるのか渡されるから。そう、めっちゃ恥ずかしい。あ、で、せる。じゃあ戻ってもらいます。はるちゃんに渡してもらいます。じゃあはるちゃんがワードを決めるってこと。ワードの人。そうそうそう、め一応メッツの人、ウルフの人じゃないけど、ウルフ、ワード大事なの、ウルフだよね。ワードはもう言葉だもん。そうだよね、残される。そのツッコミは待ってた。めっちゃ巧み、人の見たから。そう、自分の見ていいから。なになになに、ちょっと字が消えちゃってます。嘘、分かんかったら渡してもう一回書き直すから。わかりました。消えてたら、なーに、なーに、なーに。See you in Jakarta。 See you in Jakarta。 See you。 これファンの人に見せてみよう。 Jakarta から見てます。あ、え、じゃないですか。ありがとう。ファンの人には見せていい。メンバー、じゃ見せるね。見せます。見ないで。ファンの人には見せていいんですか。ファンの人には見せていい。皆さん、私のワードはこちらです。でもあれですよ、ファンの皆さん、絶対教えちゃダメですよ。はい、これですよ。では確認できましたかな。できましたか。はい、はい、ワードウルフ、用意スタート。え、これについて語るんですか。そうよ、そうそうそう。むず、綺麗、綺麗。うん、あー、確かに、確かに。好き、私は。めっちゃ私も好きな。嘘でしょ、ゆりさん。でも私も誰が何持ってるか。確かに、待って、嘘やろって言われてんけど。好きじゃないでしょ。好きやで。え、本当ですか。何って、え、好き、え、好きですよ。そんな素振り見たことないです。よどうしてないよ。あ、なるほど。あんま素振り見せる人もないよな。確かに、確かに、確かに。あんたか。怖い。疑われた。好き嫌いはありますか。私、赤色が好きです。あー、確かに。黄色もいいよね。あー、綺麗ですね。やった、しゃべりなさいよ。あと何、面白いな、これ。知ってたの。でも最近あんま見なくないですか、大阪とかで。あ、確かに。そうですよ、見ないですよね。坂田んどうよ。しゃべってないよ。春とかに。ああ、確かに、イメージは。確かに。今のね、テンションが上がってきました。あと、この歌よく歌ってました。あ、うん、歌ってた。あ、小さい頃歌ってました。うん、小さい頃よく書きました。書いた、書いた。うん、うん、絶対カリンさんや。確かに。絶対カリンさんウルフじゃないですか。え、歌でピンとこないですか。歌でピン。あ、チャイ参加してない。参加しないで。あれ、二人。参加してない。はい、参加してないよ。参加してない、うん、逆にだから みんなの中でワードウルフが誰かわからないから。あ、ここ二人知ってるやろ。私だけ知ってる。あ、そうなんや。ワードしか知らない。あ、ちょっとなんかもう一個、なんかそんなんで、何だろう。プレゼントとかではあんま渡さないです。ああ、確かに、そうやな。確かに、確かに。見たことないな、あんまりな。確かに。なんか育てる系ですか。ですよね。育てる系ですよね。
味噌汁系。他に何系があるわけ？いや、買う系か、そのプレゼント系か言ったら、そっちもある。そう。あー、なるほどね。ミカに怪しいぞ。怪しくないよ。いや、怪しくなるね。正しいと思う。ね、正しい。討論みたいな。あんまりあれですね。ウルフっぽい人が現れる前に。ふうは喋ってない。お絵描きするとき一番描きやすい。描きやすいな。描きやすいよね。さあ、じゃあ終わりましょうか、そろそろ。2人いるんですよね。2人いる。わからん。せーので指さしてほしい。え、待って待って、わかんない。これウルフだった人はその正しい答えが分かればウルフの勝ちってことですよね。だからそのウルフはその市民になりきってる。あ、そういうことですね、はい。え、これだ、何人指さすんですか？2人なんですよ。わからへん。うん、思う人1人指さして多数決のやつ、多対票、最多票だ。最多票の人、2人やのに1人を指すんです。ああ、なるほど。2人最もって思う人を指してください。いきます、せーの、どん。ふわ。え、みゆさかた。あ、みゆが2票だね。ふわが3票。じゃあふわが1。ふわはフーワとミュウですね。だから最多数でいくと、じゃあフーワは何でしたか、ワード。あ、一斉ので、あ、これ見せていいですか？一斉ので見せよ、ワード。わかりました、全員で。はい、私とルール違う。私とルール違う。なんかそれで、これでそのほんまにウルフだった人がなりきってるじゃないですか、でウルフがこうやって話を聞いてその答えを分かってたらウルフの勝ちになるんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、じゃあ2人が答えを合ってたらいいって見せて。あ、どうしよう、どっちか。せーの、うん、2人。でも私で、分かってる、違うんですよ。なるほど、ね、でも答え分かりました。分かった、はい、じゃあ2人で言おうか。はい、答え正解をですよね。そう、みんなで喋ってたお題は何だったか、はい、分かりました。せーの、チューリップ。で、ワードウルフですか。はい。おえ、何ですか。え、じゃあ見せようカード。せーの、じゃんじゃん、チューリップ。チューリップ。じゃんぽん、これ絶対さんがね、うん、赤とかピンクとか、なんか色言ったじゃないですか。そう、そう、もうそこで二人がね、マジで。でも黄色って言ったから、ゆみさんは。私黄色って言った。その後か、その赤って言われて。あ、そうそう、アーノンちゃんが赤って言って色を言った瞬間に二人がもう、わかる、カニも、うわアーノンは絶対チューリップだって。そういうことか。もう一問いけそうですね。じゃあちょっともう一問はハルちゃんに全部やってもらってカリマ参加しようか。了解です。あ、じゃあみんな集めて、はい、お願いします。お願いします。すいません、7人だから5-2だ。はい、すいません、許しました。今のは私、坂田とみゆちゃんがワードウルフでした。書きやすいお話だったりして。書きやすいお話。そうそう、タンポップでこの中に書きづらいな。一番書きづらいですね。でもよくわかると思う。私だとハルちゃん違うって思いました。ハルちゃんが歌もわからない。歌も何の歌じゃん。ゆうすけってのタンポップ。子供ながらに。ゆうすけちゃんは何を選ぶのか。ね、答え言いすぎてもダメですね。確かに。なんで？答えを言いすぎても。そうなんだよね。難しいよね。辛いよね。はい。今度から選べばいいんです。そう。ぜひ全然あれしてもいいよ。私のこのアカウントの人とも。これを引きました。最近のゲームは楽しそうですね。何歳の方なんだろう。じゃあ書いていいですか、これは。いいよ、書いちゃったよ。書いていきます。はい、ちょっと書きながら渡していきますよ。あ、そうしよう。はい、私もそれと確かにちょっと難しいですね。やってみないと。はるちゃんの大丈夫って。あれ、ご自分で塗ったんですね。はい、どうしようかな。あ、待ないでください。見えるじゃないから。そうなんだ。でもしたんかなって思ったぐらい。え、近くで見なきゃわからない。意外と分からんね。つぼった。じゃあ何時？はい、はい、早い。はるちゃん仕事が早い。はい、来た。はい、来ました。絶対言わないでくださいね。
じゃあ、お前が見つけた今日どこに立つの、どこにかにゃ、はい、私の熱のこれでした。新幹線間に合いました、よかった、気をつけてくださいね。いただきます。全体配信ちょっと今日してないですね。一人ずつやってるので。答え分かってても楽しい。おお。これはるちゃん書いてくれたので。ありがとうございます。どうだ、はい、あ、ごめん、あのちゃん、え、全然です。今、もらいました。お、全員に配られました。はい、ちょっと待って、一回見させて。はい、どうぞ。見ないで、こっち。おー、はい、はい、これファンの人に見せました。見せました。はい、見せましたよ。これです。これです、皆さん、これですよ。みんなできたかな。なんか難しい、なんか自分がワードウルフなのかがわからないから難しい。確かに。準備はいいですか。はい、はいはい、では、うん、ゲームマスター。ゲームマスター色スタート。はい、これは、うん、あかりさん参加してる。今回はしてるよ。はい、これはね、今はできないか。私もできない。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 昔、はい、ようやってたかも。うんうん、あ、うん、やってたかも。やらされてた。ああ、めっちゃやらされてた。確かに。確かに。どっちかって言ったら、うん、得意な人。得意でした。お、すごい。得意でした。そうなんだ。みたのは得意ではなかったですね。うん、なんかやってるイメージ変わったもん。確かに。じゃあ、あんまりやった記憶ない。あんまそういう育て方されなかったです。そういう教育受けなかったです。あ、そうなんだ。山口はそうなんです。山口確かに、ね、なんか県にはないよね。まあ違うよね、きっと育て方は。それぞれだよね、きっと。サカタンは割と最近までやったんじゃないの。うん、中学3年までやってましたね。あ、そっか、確かに。そっか、中学校までやってたか、これ。中学校まで、うん、中学校ってでかかったです。でかかった、はい、え、サイズでかかったの。なんか小学校から中学校に上がるたびに上がってサイズでかかりました。そうなの、はい、え、そうなの。何の話。そうなんだ、これって。え、でかくなった。まあ、でもだから記憶にないの、あんまり。と何、ふわは、え、なんだろう。ふわ、ふわ、え、ふわ中学校まででした。中学、え、やってた。中学校までやってないです。やってないです。小学校までってこと。はい、うん、吹きまくってもミュウはこれはどうなの。え、なんか上手くなりたいなって思ってました。本当に下手ってやるの。今も、え、いや、いや、今はまあ別に、なんかもう、はい、ないですけど。ミュウさんどうですか。え、何がなんかちょっと一言も喋ってないな。喋ったやん、一発目に。他なんか言ってたよ。他なんか言ってた。みんなの花さんからそうなの、どうなの。私もなんか言いましたよ。得意でした。ああ、そう、得意で、その延長戦で部活やってたよね。そう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 。へ、ね、えー、そうなんだ。そっち系でした。そっち系やんな。そうなんや、はい、そうなんや。知らなかった。はい、私も吹きまくってました。かわいい。その部活では何吹いてたの。それ言っていいんですか。言うとあかんよ。似た形状やんな。でも似た形状、めっちゃ似てる。そのちょっと難しくなった版みたいな。デカ版みたいな。デカ版みたいな。あ、そうなんだ。はい、あ、はいはいはい。どうですか。
どうですか、わからへん。なんかあのそれしてるとことかあんま人に見られたくないです。わかります。いや、なんかちょっと顔がな、あ、そうそう、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 あのさ、ずっとさ、学校にさ、その置き、置き、あ、はい、続けるじゃん。 あれが嫌だった。あ、確かに確かに、そう、ね、うん、確かに汚いもんな、うん、なんか、あの、かじる人とかいますよね。私コジニさんです。お、私だ。めちゃめちゃ。坂田が一番多いのとミユがやっぱ多いわ。え、みんな一緒だよ。で、ゆったりが言ったらいいんか。はい。思ったやつね。そう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 。せーので、リコーダー。え？え？え？怪しくないですか、コジニさん。え？うん？見せよう、はい、せーので、はい、行動。うー、やばい。私はもうミュウの発言で、あ、これリコーダーやと思ってめっちゃ合わせた。え、なんかみんな絶対深いんや、こんなハーモニカも深いやん。確かに深いやん。すごい上手。確かに、うん、え、気づいてました。え、ミカにはめっちゃ合わせてたよな。え、ね、リコーダーってさ、でかくなんの？あれはリコードがあるとき、あるんです、あるんです、あるらしい。そっか、もう一個自分のこと疑ったもん、リコードわありがとうございます。ありがとうございます。楽しい、全然分かんなかった。難しい。ワードウルフさんが優秀でしたね、今回は。うん、ありがとう、すごい、皆さんありがとうございました。はい、ということで、以上、チームAのワードウルフでした。ありがとうございます。みんなカード集めて、はい、じゃあランキングを発表していきたいと思います。ランキング見ます。イベントには出ない、ね、そうですね、ありがとう。ハガタは何？ジェイさん、エコヒチャンさん、ありがとうございます。アルマサトリアさん、ありがとうございます。ジェイチカズミさん、ありがとうございます。ジェイサイカさん、ありがとうございます。キュウオーチャマさん、ありがとうございます。ハチアイノガチコイサオさん、ありがとうございます。7位、ハリポーターメガネのヒゲおじさん、ありがとうございます。6位、タマキーさん、ありがとうございます。5位、ヨシケンさん、ありがとうございます。4位、チカラくんさん、ありがとうございます。3位、リコさん、ありがとうございます。2位、ミコマノさん、ありがとうございます。1位、白玉さん、ありがとうございました。皆さん、配信見てくださってありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。読めへん、英語読めへん。